侍ジャパン VS オーストラリア完封コールド勝ち、早川好投、打線10得点。アジアプロ野球チャンピオンシップ2023、日本がオーストラリアに10対0で勝利、決勝進出を決めている侍ジャパンが完封でコールド勝ちし3連勝で決勝に臨む。先発の楽天早川投手が5回7奪三振パーフェクト投球、打線は小園の先制タイムリー、万波の2点タイムリー、三塁打などで10得点を挙げた。勝ったで、ゴールドだ。すんなり終わった。マーサードのアシストもあって圧勝だったな。完全試合でゴールドやな。これ明日やらんでも優勝やん。佐藤は何だったのか。この試合唯一のピンチをしのいだ佐藤。佐藤は増田の後継者でいいんか。万波と佐藤が1安打だけ、門脇4タコ、秋広3タコで10点なんてよく入ったもんだな。秋広に四球やしよし。藤原もっちゃい選手やん。3試合で1失点か失点したやつは負けパターン行きだな。田口、すまんの草。今日はみんなにっこりか。日本はピッチャー大国だね。 OG はサードがやらかしすぎだろ。村上だってもうちょい守れる。全員真面目やな。万波や森下みたいなはっちゃけ欲しいわ。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。